はい、ではガチャやっていきたいんですけれども、コスト100また来ましたね。まあ最近ちょっとコスト100続いててっていう感じですね。で今回まあ霊言のまあ始終とかかけらとかちょっと集めておいて、まあ引けた時に育成できるようにできればいいかなと私は思っています。まあそれがですね、自分にとってコスト100ベストっていう感じで思ってるところでもあるんですけれども、まあこれが仮にコスト90で使えないキャラが来るんだったら、自分としてはまあコスト100来て、まあ普段ガチャ引いて当たればいいなと思って、当たったら嬉しいっていうのでコスト100で良かったなと思っています。まあどうしても取りたい方とか、今までずっと課金してきてこれも取らなくちゃと思ってる方は結構辛いとは思うんですけれども、まあ、なかなかコスト90だとやっぱり魅力のあるキャラっていうのがなかなか今の感じだと出てこないですよね。もう結構ずっとコスト100で、コスト100ももうかなりキャラいますので、なかなか難しいのかなと思いますね。コスト90とか80出すのは。まあコスト制限とかもねありますけれども、まあそこで使えるキャラとかは出しようがあるかもしれないですけれども、まあそれはコラボとかイベントで出してるっていう感じなのでね、まあ工場ですとやっぱコスト100からっていう感じは私はしますね。ではガチャやっていきたいと思います。まあ結構見てると普通のガチャでもコスト100皆さん引いてますよね。自分も何体か引いたことあるし、まあ意外とかけらとかも、まあ、40枚とか月1でもらえたり、5枚のやつ何回かもらえたりとかあるので、こういうところでギルガチャとか回しとけば意外と育てられる環境ではあるのかなと思います。なかなか育て上げるのは厳しいですけれども、ではやっていきたいと思います。まあここで出てくれるのが一番嬉しいですね。これでユニットが飛んでくれればダメそうですかね。まあ、とりあえず一番最初だけ見てダメですね。で、次が優勝300でショップで買った10連ですね。そちらをやっていきたいと思います。とりあえずはユニットで回ってはくれないですね。最後はダメですね。まあ霊言魅力あるキャラだと思うので、引き続きどこかで引ければいいかなと思っています。ではよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。